はい今日はですね2021年の10月ここはですね田賀山公園ですねこれからですね、えー、鴨池フェリーターミナルまで走ります今日のゲストはですね太郎吉先輩ですよろしくお願いします何か新しい企画を始めたたちねですよこれですよ い,けあってがいやあのねえー、鹿児島をほら離れている人がですよ離れている人ですねそれとかその,あのそれからその地方の方とかですよあんまほら高山もこういうかこう来あらんと思うんですよ。そうね俺いもほとんど今度でしょう。 そうした時にですねまあ高山公園を出発すれば、えー、まあ多高山公園のまあ宣伝にもなるしですねえー、っとそいとっのあれですよ、えー、位置関係とかですよその辺が分からせんどかいと思ってですねほいでですね何も変わらんないよ今までんとあれここに何かテロップが出てきたね。 でででしょう <laughs> ここですよここすすよいよちないやいややっぱりね建物でね説明しようとしたんですけどねなかなかあのー、例えばほら山形やデパートは,今,は今までのところにありますけど丸屋デパート昔の丸屋ですよ愛とか昔の高島屋今 あれですもんね、えー、場所はそこにあるけど名前が変わってますもんね丸屋丸屋ガーデンズになったしそういえ旧高倉は今はセンテラス天文館ですからね、えー、そういうとこですよあ今ほら字が出てきたでしょ何十年も前にここ石橋記念公園中ゅ愛じゃらせんかったですけ86歳以外の後ですよね。 八六水害か。じゃったかなまあまあまあそれはいいですがね <laughs>、えー、まあそれはいいとして違った時はまたテロップで入れ直しますからね、えー、っとそういうとこがここからは右の方に「まあ福く」とか「鍋島」と見える,あるけどここは昔からねかったよいやいやだから今はこういうのがありますっていうのですね、えー、の意味なんですよ。 どういういことやだから新しく今できたところこれからもずっとあるだろうっていうところとまあ目印になるところですねそれとかほらこの左側にこう見えるでしょ、えー、水族館やいやいやそっちじゃなくてこっち手前側、えー、桜島フェリーのですよまあ今までは私は桜島フェリー乗り場を持ちよったけど今晩調べてみたら桜島フェリー鹿児島高地になっちゃったんですがよ。 そうするとですねあっそ,そうからそう、ほら左側に NHK が見えるんですけど NHK チリだけ入れちゃらんかったかもあの NHK はですね昔はここじゃなあ,あ書いてなかったよかったあの昔はここにいなかったですもんね天保山の方じゃなかったですかねそう言うとですねあ,あこっか右に行きますまっすぐ行けばよかった岩井もんいやいやちょっと <laughs> この日はね右に行ったんですよ まっすぐ行かんってやいやいやそれはまたね動画をね見つけてね、えー、しますけど、まあ、さっき先輩言ったじゃないですかいわゆるサンプルやっつってああそうや女は親は米粉皿やんでねえー、っとですねここはね、えー、っともうすぐ出てきますけどねテロップもだけあほら港大通公園ここもだかから昔か 何十年前かはなかったですからね。で右の方にあのビルがありますでしょうあそこはね昔はね南日本新聞やってんですもんね。だからもう要するにこの動画はですね、えー、昔鹿児島を出会った人がこの鹿児島の私のおまかせテレビをですね見てもどこを走っとくとか全然わからんちゃうわけですよ。 あそうや。若干もしれんね。おも声ですね。店おもたどん。ひょっち顔、目を離しちょりゃ、今どこ走っちょっとけえちょもでやね。ちなみにほら、右の方は昔からある鹿児島市役所ですからね。これからですね、先輩、電車通り沿いに沿って走ります。あ、そういうがいっぱい若いやしたちよか。ですよね。 まあ増えたりははししててるけども、基本的にこう同じとこはしてますからね。だからそうここは朝日通りでってだけどそう角にある茶色いビルは昔はなかったと思いますよねで鹿児島銀行は左にあったけどそれがもう移動しようんでしょう今ら今の右が山形で左があここはかかんかったか鹿児島銀行の本店はこう左側だし。 ア,ナフアーケードカナフアーケードというのはもう最近ですからね最近していつけ2年ぐらい前かここはいずれどおりでしょう <laughs> いや自分で言いながら結構早口でしゃべらんなあ、はいですねドライブ動画ちゅうのはあそう昔の丸屋ですね左側そしてですねこれはまあほらアーカイブ動画 去年の10月の動画を使ってしてますけど左側を見てください。センテラス天文館はねまだ工事中ですよ。でしょう。中尾はほら鉄骨が見えちゃうんですもんね。そしてですねこういうから土下座行った畑ったったっちょっと忘れましたけどあこう左側にほらあの提灯が揺れてますよ。これはねね確かね おはらりのためのあれじゃないですかね、マイケイキのあれでしてるあれだと思いますよ。ですからね、先輩ね、交差点名と伝点名を、えー、入れるようにしましたがよ。そしすれば、 えー、ああここは高見馬場やっつってほんで右のほらビルを見て左のビルを見てんですね何十年まあ4 5 0年前に鹿児島を出ていっも帰ってきてない人も結構いると思うんですよ、えー、だから損失なんかのためにはねこの前提が一番いいのかなと思いましたがよ要するにはいや自我自賛や。 ま自我兄さんとは言いませんけど他に完結かんわけですよ。えー、っとそういうからですねここですよもう一度すればですね、えー、左側に高等中学校が見えてくるんですけどこの右側問題は昔はここにほら私立病院があったでしょうそれが中わけですよねだから左側はほら高等中だけど右側は今ね 屋町の森だから私の友達がですね、えー、最初にこのおまかせテレビを見た時にここはあの深夜式の交差点なんですけどわからんかったですもんねその要するに深夜式の電停の,のところにあったあれが私立病院がなくなったっちゅうのはわからんわけですよ。 だからそういうい意味でですね、あそこには鍛冶屋町の森公園の横には必ず昔は私立病院がありましたよっていうのを加工かと思ってですねあここは今竹の橋ですけど昔の竹の橋は左側にあったですからね八六水害で流されたしほんでここもですよこう右側元交通局 言わんと本土語で「ここはどこ走っちゃっとゲージ思うでしょうからね。ですからねここのねほらここも今は二中通り連停ってなってますけどえ旧交通局っていうふうに私は入れるようにしました。これね私はの制限時速をほとんど守って走ってるんですよ。なんだけど結構速く見えますね。 山道を走っちゃればですね、20キロでもまず高速で走っちゃくわけど、ほら、どんどん私を追い抜いていくでしょう。足なんかはあれですよ。別に速度違反をしてるわけじゃないんですけどもね。ここが新た八幡。なごよ。いや、ちょっと喉が渇いた。喉が渇いた中ていう感じです。ですからね。ですからないよ。いや。 これをだからこれをずっと去年去年中華かそのまあ,あの原本として残ってるのが去年の10月からなんですよだからそれを使ってですねこの手の動画あれしようかなあの団地に行くところも紫バルとかですよ。そうして、あのー 行けばまあ私はもういつでもそう40年50年っていう前にってい出た人っていうのはこれはね私なんか友達が同級生がその頃、えー、ほとんど鹿児島を離れていますからねまあ帰ってきたんで連中もいるけど3分の1ぐらいはもう向こうに、えー、今日構えてるんじゃないですかね。 孫子なんかわからん中ですもん。この値をとっても。これは昔の。いや、昔じゃないですね。鴨池電停、今ここですけど。動物園があった頃の伝停はどっか。ここはたいやらせんかったっけ。だったと思いますよ。はいはい、あ、そうだ。ここは左側、ほら、ここですね。ここ。 動物園まあ、ここは正確に言えば植物園の跡になったかもしれないですけどねほんでもうちょっとでん電車めちゃこんままだったんじゃないですかねちょっと私は記憶はないあ左に行きましたね <laughs> びっくりしましたがえー、っとそうですねほんでねこう昔はねまあ私の記憶ですよ 日赤病院がどっかここは大やだったんじゃないけいや場所は分かりませんえ摩城家はここにはなかったと思うしここ今正面のここにもここはねなんかねミスなんかチェーン店がありましやチェーン店というか大きなのあれがえファミリーや ままあないかあいりましたよで正面にほら見えるあの灰色と白のビルはもう昔はなかったですしねだからそういう時にですねこの交差点名ここは「氷元」っていう交差点名なんですけどもあれ出らんかったっけあら帰ちょらんかったですね <laughs> まあ要するに今いうなここにも交差点名をパッパッて入れとけば ああ,ジャッ系あ,あそうけってここは新川橋ですねおんてここを左に行くとですね、えー、あここが書きましたねここは産業道路ほんで、えー、この次の信号ですねここ今渋滞潮でしょこの市なんかが右にずーっと行くと紫丸団地に行くわけですよいいですねこれね いや私がこう説明するんじゃなくてですよ。この文字ですよ。文字。文字を入れとけば分かられるかも。あれですよ。県外の方にはですね。というか、一度も鹿児島に来たことがない方には目障りだと思いますよ。もうドライブ動画として見た方がいいと。その音楽を えー、つけてみるのにはいいけれどもこの文字が出てくると目が覚める要するにこう何か集中できないっていう方がいらっしゃると思うんですけどその方々のためにはですねもう最初からのテロップも入れなければ、あのー、音声も入れないっていう、えー、無音動画,動画としてのですね ドライブ動画をあのジャパン鹿児島の方に作りますからねそっちでを見てくださいこの左側の南小学校も通り過ぎだったけだけどもちょっとこう文字が入ることによってですよテロップが入ることによってあ,あ自分たちの小学校だ私はここを出たとかっていう話になるかもしれないですねそしたら 自分たちの,その南小学校を卒業した人はえー、自分たちが卒業した頃はこの道はなかったよとかいやここはあったとかないとかっていうふうに話が広がるんじゃないかと思うんですよ。でこの時はいやテロップを入れたんですけど土下なふうにあ下たかいっちゅうのをちょっと覚えてねあまっすぐ行くんだな。えー、ですよ。 あここ今右側にねあのガソリンスタンドがあったんですけどもこれもね、えー、10ヶ月ぐらいに5ぐらいにはですねまた違う形になってますからねえー、っとですねあそれとその新しい、あのー、交差点名を覚えましたが今まではこの交差点名あれしなかったけど UI 関前交差点というところでした。 左側から普通は、えー、まあいいですかね、えー、ここのカムイケフェリーターミナルここもね結構私の動画では何回も出てきますからルートを変えてまた説明しますからねこれね遠回りをしてる。 なんでこんなのを選んだのって言われるかもしれないけど分かりやすいのはねあの正式な時に <laughs> 作りますからね、えー、あそれとはあのお分かりだと思うんですけど要するに信号待ちとか渋滞のところはカットしてありますからねこういうほら一旦停止のところもスッていくような形になっています。 その方がねあの、見てる時にねストレスがないみたいすスすっすっていけるみたいですからねほんで今回この動画を作る時で一番のあれはねここは私は垂水フェリー乗り場地を持ちょったけど鴨池フェリーターミナル垂水フェリーっていう垂水っていう名前全然なかったですがよ、はい。ということでですね えー、はい、よろしかったらチャンネル登録をお願いしますね。はい、ありがとうございました。